俺らの小学生ぐらいの時ってあのロードマンっていう自転車流行ったの覚えてない？どういうやつ？ロードマン、あのシルバーのさ、はい、で、あああ、わかりますわかります。ロードマンサイ、サイみたいな、サイ、そう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 、ヤギみたいな、そうそう、ヤギの角みたいな、あれ、ね、あれ僕持ってました。あ、そうなんや。ドロップ、ドロップって呼んでました。そう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 、はい、で高校生がそれで、はい、その自転車で高校に通うっていうのがなんか主流、まあ、かっこいいかっこいいみたいな感じで、はい、やっててみんな高校生になると、はい、その自転車買って、はい、高校に通ってたり、で俺が小1の時の小6の人で、はい、ペペって呼ばれてる人がいた。そのペペっていうのも鼻の下にほくろが2つあるからペペって言われて、でもそれ言ったら切れるんやけど、はい、で俺が小1の時小6で5個上じゃん、はい、で俺が小4の時に高校生、小3の時に高校生になるのか、あ、はい、5つ上だから小4の時に高1か、小4です、ね、そうか、はい、で小4の時にそのペペが、はい、そのロードマンで、あ、満を持して俺ら小学生を抜いていった、はい、ペペも高校生になったか、はい、なんか大人だったな、あの6年生だったペペがもう高校生かと思って、はい、ちょっと小4の俺は浸りながら歩いてたの、ペペに抜かれて、はい、もうペペもね話しかけてもな、まあまあそれはそうですよね、もう高校生と小学生だから、はい、スッて抜いてったよ、はい、勢いよく、わっかっけえ大人やなみたいな感じでペペを見送ってたら、はい、で次のカーブ曲がったらペペが倒れてるんよいや笑い事じゃないんだけどペペが倒れてるんよペペ車に轢かれてたんよね、ペペだと思ってでそこの高校にあの通ってた、 今ちょっと高校過ぎてきた中本高校ってあったペペが倒れててで車の人じゃないぞ、車の人もう慌ててまあ全然大丈夫だった、まあまあまあ、まあ大したことなかった、軽い接触なんでしょうけど、ね、うん、また次の日もペペが自転車に乗ってチャリンコ壊れなかったんでよかったですね俺ら小学生のグループ集団をさっそうと抜けるペペ大丈夫やったんやと思ってあ、ほっとしましたね。あ、よかった。よかった。怪我なかったんだと思って、次の日もちゃんと学校に行ってたから、まあまあまあ、話していいやろうなと思うんでね、まあまあ、話したんだけど。